それでは候補者の方よりお伝えをさせていただきます。お伝えをさせていただきます。候補者は夏尾明弘でございます。お集まりの皆様、こんにちは。立憲民主党の松尾明弘でございます。今行われております衆議院の総選挙、ここ東京都第2区、台東区、中央区、港区、文京区から立候補いたしました。衆議院選挙も今日で9日目です。いよいよ終盤戦です。日に日に我々立憲民主党、そして私、松尾明弘に対する皆様のご期待、そして私が背負っているものの大きさ、大きくなっている、そのように実感をしています。私、松尾明弘も市民の方々、野党の方々に支えられている候補として、この選挙戦必ず最後まで戦い抜き、勝ち抜いていくことをまずもってお約束させていただきます。よろしくお願いします。まずですね、今日集まりの皆様に簡単に私の自己紹介からさせていただきますと、私、昭和50年生まれの42歳、成人世代の大学生です。昔中学校、昔高校を卒業しまして、ここ、お隣の文京区にあります東京大学の法学部を卒業しました。でその後 NTT に就職をして、しばらく働いた後にですね、司法試験受けで弁護士になりました。で今では自分で弁護士の事務所を経営をして、弁護士が8人いる事務所で所長として仕事をしていました。という話を皆さんにすると、大体みんなが言うんです。もうそのままでいいじゃないか、ご弁護士やってればいいじゃないか、なんで政治なんて面倒くさいことするんだ、政治なんかしても収入は下がるだろうし、休みもないし、みんなに自慢ばっかりされるし、何もいいことないじゃないか、そう言われます。私もそう思います。その通りだと思います。だけど今の日本が抱えている多くの課題、大きな課題、財政再建の問題もそうです。何十年も放置されている少子高齢化の問題もそうです。拡大し固定化している格差の問題もそうです。それらの問題を今我々の手で、我々の世代で解決をしなければいけないんです。子供たちの世代や孫たちの世代にそれを立ち送りにするわけにはいかないです。そのように思って私、政治の道を心がけることにしました。今私には5歳になる娘がいます。本当に可愛い娘で、目の中に見えても痛くない、もう世界で一番可愛いです。しかし皆さんにもお子さん、お孫さんいらっしゃると思いますけど、私の娘も可愛いです。絶対絶対可愛いです。でもその娘が大人になった時に、娘の娘、孫が大人になった時に、今のままの日本でいいのだろうか、今のままの日本を残していって顔向けできるだろうか、そのように思った時に、そういうわけにはいかない。今よりももっと良い日本、今の日本の課題をきちんと我々が解決をして、解決の道筋をつけて、そうやって子供たちに伝えていかなければいけない、そのような強い覚悟を持ってこの衆議院選挙を立候補しております。この衆議院選挙で私、松尾明弘が皆さんにお訴えをしているのは、経済も政治も上から落ちているものはもうやめにしましょう。皆様、ここにいらっしゃる皆様、お一人お一人が主役になれる、みんなで決めることができる、そんな経済や政治を実現しましょう。みんなで一歩進みましょう。それを皆様にお伝えをさせていただいております。経済についてもそうです。アベノミクスの5年間で景気が良くなった、景気が良くなった、株価が上がった、そのように毎日検定されています。しかし皆様の実感としてはいかがでしょうか。生活が良くなっている、暮らしが良くなっている、たくさんお金を使うことができるようになった、そんな実感を得られているでしょうか。日本の個人の消費が伸びていかないために景気が回復していかない、もうそう言われて何年も経っています。その一方で格差はますます拡大をして、相対的に貧しい人たちの割合、日本で毎年毎年増えています。ここ台東区でも東京都にでも東京のど真ん中でも
毎日の食事は満足に取ることができずに、子ども食堂に行かないと食事をすることができない、そんな子どもが増え続けているんです。そんな人たちに対して、そういう人たちに真と豊かになっていける、働く人は豊かになっていける、暮らしている人が豊かになっていける、そんな経済政策に転換をしていかなければいけないんです。今大学を卒業しても正社員になれない、正規雇用で働いても働いても豊かになれない、そんな人たちが毎年毎年増えています。そういう人たちの暮らしを底上げをしていく、全体をボトムアップしていくことによって、日本の経済は成長することができるんです。これは単にかわいそうな人を助けましょうとか、そういう話ではないです。今1億円稼いでいる人は1億200万円稼ぐようになっても、消費は全く増えることがありません。しかし今200万円しか稼いでいない人は400万円稼げるようになれば、それはまるまる消費に回っていくんです。今働いても豊かになれない人の暮らしを底上げすることによって、分厚い中間層を日本に復活させることによって、日本の景気を回復させることができるんです。日本の経済を成長させて景気を回復させるための合理的な方法、それが国民全員が主役になれる、全体をボトムアップできる、そんな経済政策なんです。今のアベノミクスがやっていることは高度成長期と同じやり方なんです。公共事業をして財政出動をして、止める人をますます止める、強いものをますます強くして、そのおこぼれが行き渡る、そんなことはもう起こらないです。今の日本では起こらない、経済政策は転換していかなければいけないんです。我々立憲民主党は必ず強い者のための経済ではなく、国民全員が豊かになれる、真面目に働いている人がきちんと豊かになっていける、そんな経済政策に大きな転換をしてまいります。そのしながらこそ、我々立憲民主党は今の衆議院選挙で大きな争点となっております。消費税の増税の問題、これは2019年の 8% から 10% への増税、これは見直し、立ち遅れをするべきである、そのように言っております。今消費税を増税することによって消費がますます冷え込んでしまう、日本の景気回復は遠のいてしまう、中小企業の経営にも影響が出る、そんな政策をすることはできないです。この消費税の立ち遅れをした分の財政の穴埋めは、アベノミクスで恩恵を得ている富裕層の方々、大企業の皆さんに少しだけ負担をお願いすれば十分賄うことができるんです。税の形は国の形です。我々立憲民主党は経済政策についても、税政策についても、国民皆さんお一人お一人が幸せになっていける、豊かになっていける、そのような政策を必ず実現してまいります。ぜひとも皆様、我々立憲民主党、そして私松尾昭弘の政策についてもぜひともご注目ください。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一つ、今の日本の政治、これも大きな大きな転換をしなければいけない時期がもう来ているんです。今回の衆議院の総選挙、私松尾昭弘、この選挙は日本の政治の歴史にとって大きな大きな転換点になる、それを確信しています。今回の総選挙で安倍政権の信任を許してしまうと何が起こるのでしょうか。国民の共有財産である国有財産を自分の知り合いにただ同然で払い下げても、自分の友達の学校に税金を何十億円もじゃぶじゃぶ突っ込んでも記憶にありません、記録がありません、記録は今捨ててしまいました。そんな言い逃れを許すことになる、そんな政治がこれからも続いていくんです。今我々がしなければいけないのは、そんな利権まみれのしがらみまみれの政治ではなくて、国民一人一人が本当に豊かになっていける、国民皆様のための政治を実現しなければいけないんです。我々立憲民主党が実現したいのは、右とか左とかそういう話ではありません。ど真ん中なんです。ど真ん中の政治を前へ前へと日本の政治を進めていく。そして本当に国民の皆様、今日お集まりの皆様、ご通行中の皆様、皆様お一人お一人が主役になっていける、参加をできる、決められる、そんな政治を実現したいんです。我々立憲民主党はそれができます。
我々は日本でおそらく初めて国民の声によって国民の後押しによって成立した唯一の政党なんです。今回の衆議院選挙のそして解散総選挙のガタガタ政局を見てみて、多くの国民たちがそんな政治に対する不信を持ち、政治家の私利私欲のための政党ではない、バッジをつけるための寄せ集めではない、本当に自分たちの声を聞いてくれる、耳を傾けてくれる、そんな政党を作ってほしいんだ、結集してほしいんだ、枝野代表を立ち上がってほしい、そんな声に後押しをされて、我々枝野代表と共に立憲民主党を設立したんです。我々は必ず皆様と共に、皆様が主役になれる政治を実現してまいります。日本の政治は上から落ちての特定の人が決める政治ではなくて、みんなが主役になれる、そんな政治に進んでいけるんです。今回の衆議院選挙は大きな大きな転換点になります。ぜひとも皆様、今回の選挙ぜひ投票に行ってください。そして我々立憲民主党にお力をお与えください。我々必ずこの選挙を通じて日本の政治を一歩も二歩も前へ進めてまいります。ぜひとも我々立憲民主党の目指している政治ご注目いただきまして、ご理解いただきますと幸いでございます。ありがとうございます。今回の衆議院の総選挙によって日本に二大保守政党ができるのではないか、そのようにも言われています。二大保守政党の一つ、安倍総理大臣は国民に向かってこんな人たちと一緒の字で線を引いて敵と味方に分断をしようとしています。そして自己責任の名のもとに弱い人たちを切り捨ててしまい、強い人たちに何が恩恵を得られる、そんな社会を作ろうとしているんです。希望と党の小池代表もそうです。人が考えていることによって自ら選別をして、自分の意見が合わない、自分と意見が合わない人を排除しようとしている。人が人を選別をして排除する、人を敵と味方に分断していく、そんな社会、そんな国を未来に残していくわけにはいかないんです。子供たち、孫たちの世代に残さなければいけないのは、誰も排除されない国、人が人を思い合って暮らしていける国、自民たちがあってみんないいんだ、それが自由なんだ、多様性を認める、そんな社会なんです。私たちは誰も排除されない国を作っていきたいんです。我々はまだまだ小さな勢力です。できてからまだ2週間余り、小さな小さな勢力かもしれません。人でもありません、時間もありません、お金もない、だけれども我々には日本で真っ当な政治を実現したい、誰も排除されない国、思い合って暮らしていける、そんな社会を実現したい、そんな強い思い、強い意志、正義があるんです。ぜひとも皆様のお力を、私松尾明弘、そして全国で戦っている立憲民主党の仲間たちにお渡りください。ありがとうございます。皆様のお力をお渡りいただければ、我々は戦うわけ非常に強いです。一強の上から見られる安倍政権、自己保障の政権です。我々は力はありませんけれども、皆様のお力、お一人お一人のお力をお貸しいただければ、必ずこの総選挙を勝ち抜いていき、日本の政治を変えていくことができます。ぜひとも皆様のお力を、私松尾明弘にお渡りいただきますよう、改めてお願いを申し上げまして、私松尾明弘のお訴えとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。多くの皆さんにこうして足を止めていただきまして、最後までご清聴いただきましたことに感謝を申し上げます。そして皆さんお一人お一人がこの選挙の主役なんです。そして今日足を止めていただいた皆さんに最後にお願いがあります。今我々立憲民主党、本当に誕生したての政党です。仲間が少ないんです。サポートしてくれる仲間が本当に少ないんです。今日ここに袋に10部ずつこのキラキラの政策のパンフレットをこうして用意をさせていただいています。
ぜひともこれはいつでもどこでもどなたにでもお渡しするできる、あるいはポスティングマンションのポストにただただ入れていくこともできるんです。どうぞ皆さん、今日ぜひともこれ10部ずつお持ち帰りいただきまして、ご近所やお住まいのマンションのポストに投入をしていただく、そんな一人の皆さんがお仲間になってこの選挙を支えていただく側になっていただきますことをお願いいたしまして、来党からの演説会、今日は小島恵子さんをゲストスピーカーに迎えましての演説会開催させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。Oh, yeah.